8月28日ですけれども、今日は、いろんな日があるんですけれども、バイオリンの日だそうです。今日ね、あのヘアメイクをしてくださったあの方がオケとかでもメイクしたりするっていう風にそうおっしゃってて、いつもねメイクさんこう何人かいらっしゃるんですけど、いつも聞くんですよ、どういう現場が多いのかなって気になるじゃないですか。そうで、今日初めてお会いするメイクさんだったんですけど、オケのところが多いっていう風におっしゃってて、そうなんだと思って、あのバイオリンの日らしいんですよ今日ってその話もすると思うので、ちょっとオケに今すぐにでも出られそうなくらいな、そう素敵なヘアメイクにしていただいて、とっても嬉しい気分がね一気に上がりました。そうなんですよ、出たいなーなんて思ってね。髪型可愛いですか。それリボンがついてるんです、実は後ろにリボンがついてたりします。リボン珍しくないということで。そうね、どうだろう、結構デビュー当時はたくさんつけてたんですけど、いつもね、最近はもうねどんどんかける時間が少なくなっていて、もう効率重視でですね、本当にクオリティが落ちてて申し訳ないなと思うんですけどこだわらなくなってくんですよね人ってねあ、人ってとか言って失礼、私だけですそう、私だけで、そうでみんなは違うと思います。で、あのそうそう、メイクさんにいつも言われるのが、なんかこう事前情報があるらしいんです。あのこの子はこういうところこだわってますとか、こういう風にこう仕上げてほしいっていう、まあこうスタッフさんからの願いとかもあったりするらしいんですよ。どちらもなかったって確かに本当になくって、私本当にないんですよ。なんかいつも聞かれてもいまいちこう出てこなくて、うーんみたいななんかあるかな、うーんみたいな。そうね、なんかでもそうそう、今日はオケ風にだからしてもらったり、なんかこうね、やっぱり皆さんにしてもらってどんな自分になるのかなっていうのが楽しみなところもあるんですよ。そうそう、何でもいいっていうのはお任せで、なんかその完成した時に、あ、こういう自分にもなれるんだとか、そういうのがメイクさんでしていただくのがすごく嬉しい。そう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 、だからね、なんかきっと全然違うし、あM1 付けですとかね、あ、でもそういうのもすごくヒントになるんじゃないかな。そう、例えばね、オケ風にしてほしいって言ったら、そういうのが好きなんだって、バイオリンやってたんだっていうのもきっと情報の一つになると思うし、 F1 が好きってなったらちょっとレーサーっぽくワイルドな風なのが好きなのかなとかね、いろいろねあると思うんですよ。そうだからね、なんかあんまりこう定まってなくって、私こう調べるところから始まりますよね、マクラーレンかってなってね、だからなんかそういうね、ワイルドな日もあっていいと思うし、可愛い風に作っていただくちょっと待ってどんどんなんかみんな面白い方向に走り出している、みんなあ、ちょっとサインズっぽく彫りを深く入れてほしいですとかね、確かにあるかもしれない。あー、いいじゃないですか、いいですね、なんかそういうのあってもいいかもしれないね。そうだからなんかね、いろんな風に変われる、自分じゃできないので、それをすごく楽しみにしてるっていうのはありますね。なんか一瞬大喜利みたいになりましたけどでもね、こう調べて寄せてくれるんじゃないですか。例えば好きなキャラクターとかね、ちょっと F1 は難しいですけどなんか好きなキャラクターとか言って、あのこうねあれしたらちょっと面白すぎるね、絶対面白いの私くらい、大丈夫かなこれ誰もついてきてない気がするんだけどいきなり大喜利になっちゃってね、本当いけないわ本当に。なんかそういうね、じゃあもしかしたら本当ですよね、髪の毛切るところから始まらないといけないかもしれないので全然そんなね、まあ、の無理難題は押し付けないんですけれども、いつもお任せでしてもらってますね。今日はオケ風ということでしてもらいました。